どうもどうも、アロラビト。前回は突撃バトルっていうね、まあ複数対複数でこうぶつかり合うバトルみたいなのを制して新しいエリアに行けるようになったんで、今日はそっから行きたいと思います。なんか橋長えな。何ね、もうラスボスだっけこれ。もう光の大噴水、あ、まだラスボスではないかな。はい、もうストーリーほとんど忘れちゃったんだよね。一回クリアしたことあるんですけど、そこまでだとコバルオンかな。はい、このコバルオンが命令して噴水の水を奪ってたんだよね、いろんな町から。はい、僕の名はコバルオン僕っていうのかわいいね。僕の計画をあちこちで妨害してくれたみたいだね。はい、まさかのコバルオン黒幕。光の雫は渡さないよと。はい、こいつが何らかの目的で独り占めしようとしてると。文句があるなら仲間と一緒にかかっておいで。 OK、 いいだろう。ミノマダムじゃどう考えても勝ち目ないよね。あ、なるほど、チームプレイね。そしたらば、じゃあモグリュウとシビビールと、私、ミノマダムで行かせていただきます。はい、行きましょう。来たコバロン。これ絶対負けるんだっけ。僕の力見せてあげるよ。覚えてないな。絶対負け試合になるんだったかな。はい、聖なる剣かな。ほら、うわ、倒れた仲間に近づくと助けることができますと。 OK、 よし、で受けて復活。 OK、 いや死んどるやないかい。うわ、ちょっと待って、やばいやばい、これ絶対負けるんだっけ。全てのポケモンが倒されました、ルーズと。全然覚えてないな。勝てんのかなこれ。はい、あ、なんかわざと負けるっぽいな、これ。負けイベントっぽいね。僕は光の雫を全て集めないといけないんだ。なんか訳がありそうですね。ただ単に悪いことしたいだけではなさそうですよね。これは正義、歪んだ正義ですね。ドラクエ5でいうところのあのゲマとの戦いみたいな感じか、これ。絶対負けるみたいなシュールだなこれ。グリングリンに回転しながら飛んでった。はい、第3章コバルオンを探してと。はい、これ何章まであるんだろう。全部で全然覚えてない。あ、で吹き飛ばされて、命からがらたどり着いた町でまたコバルオンの情報をこう収集するみたいな感じか。はい、ここは西の町ウエストタウン。はい、え、コバルオン様じゃなくてコバルオンにやられた。あー、こいつら仲間っぽいね。そうか、君が。つい最近までコバルオンはこの町にいたんだ。コバルオンは僕たちに光の雫を運ばせた。あの火を吹く山にあるコバルオンの城に。火を吹く山、ほう、ヒードランとかいるんだっけ。全然覚えてないな。はい、じゃあとりあえずまたこのエリアも制覇していきましょう。コバルオン様じゃなくてコバルオンの城へ行くつもりと。この先ずっとコバルオンの軍団でいっぱいだよ。それでも行くのと。任しとけ。それなら僕も手伝うよ。え、どういうこと。あちこちでコバルオンの軍団のことを調べる。こいつスパイか。コバルオン様とかついうっかり言っちゃってるもんね。僕は先に行くねと。ほうほうほう。一応これあれですね、第5世代が出た時の、ゲームなので、結構そのブラックホワイトのポケモンがクローズアップされてますね。はい、でここは水系が多そうなのでロゼリアのメガドレインで行こう。はい、プルリル。あ、一撃じゃ死なないんだね。で、ワニの子。ワニの子は一撃。危ねえ。よしよしよし。ワニの子は一撃。からなくしは一撃で行かず、泥バケなんだな、これ。めんどくせえな、これ。よし。うわ、危ねえ。危ねえ、危ねえ。結構この長距離攻撃がめんどくさいよね。てか、そろそろスマホ版の情報出てくれよって感じですけどね。近日公開とか言ってる割に全然公開されませんよ。お、快速ワニの子、来た来た来た。これがね、トーリナって言って、要はあの特殊能力を持ってるやつですね。ミジュマル出てきた。来た来た来た。レアなんですよ、あの快速とか。そういうあの、お、アタックミジュマル。すごい。どんどんトーリナ持ちが仲間になっていく。いいね。このトーリナがあると、だいぶ戦いを有利に進められるんですよね。やばい、混乱した。
戻れー戻れー。これ実際に動かしてるスライドパッドと違うところにね移動しちゃうんですよね、混乱してると。ちょっと厄介ですけど。で、変わらなくし、めんどくせえ。で、この1列になってるところを狙うと割とこう一気に葬れる。おお、アタックからなくし、いいね。お、超える子でかい。すごい、なんか通りな持ちがここに来て一気に増えたな。3章から通りな持ちが出てくるんだったっけ、全然覚えてないんだけど。で、食らっちゃったとしてもメガドレインで回復できるんで大丈夫です。はい、アリゲイツ。あ、で命中が下がると技を打つ瞬間に、あ、ちょ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 、ま、見た目つけられてんだよ、めちゃめちゃ。どうしよう、アタックからなくし、快速ワニのかアタックミジマル。シビビールの放電でいきましょうか。よいしょ。あ、放電こんな感じか。円を得る感じね。これいいね、囲まれた時に使える。ほら、いいね。はい、カモネギ、おらららはい、よし。何の話をしてたっけ、忘れちゃった忘れてしまいましたわ。おらら、へい、いてててほら、ほら、しょしょしょ、へい、シビビール強いね。へい、あー、すごいすごいすごい、めっちゃ飛び出てた。ほら、ほら、まとめて成敗してくれる。おい、で通りな持ちのポケモンはこの横たわってる時に歯車みたいなマークになってますね。これ縛りプルリル、縛りって何だっけ、1個の技しか出せない代わりにちょっと威力が上がるみたいなこだわりっぽい感じだったっけな、確か。で、オーダイル、オーダイル来ましたね。どんな技出してくる。おお、アクアテールみたいな感じか。それで、で噛みつくみたいな感じ。離れて、で正面を避けて、いいんじゃない、いてててやべやべ、あめ、ほらほら、あーダメか。でアリゲイツゲット。うー、やばいじゃん、あと1回やられたら終わってしまう。じゃあミノマダムでいきましょう、虫食いましょう、ひたすら。多分ぼちぼち勝てるから。いて、あ、いてて、ちょっと待って。待って。ほら、オッケー。あぶね。これ一応ワン、あ、しかもオーダイル仲間になったじゃん。ワンステージで3回死んだらゲームオーバーになっちゃうんで。待って待って。オーダイル724、すげえな。オッケー。じゃあとりあえず、なんとかクリアしましたね。はい。で、いっぱい通りな持ちがゲットできました。で、氷の牙持ってる。まあまあまあ、水技ないのが嫌だけど、いい感じかな。じゃあ回復して次のステージ行きましょう。次じゃあこのデザートエリア行きましょう。でデザートエリアは、シェルブレードのアタックミジュマル、ミジュマルにしようか。こいつで行きましょう。砂漠だから多分地面系が多いんだろうね。はい、じゃあミジュマルのシェルブレードで行きます。お、いいねいいね、いいんじゃない。あー、当たんない。いいねいいねいいね。でナックラー、ほら、いいね、めちゃめちゃ強いじゃん。しかも移動も素早い。めっちゃ使えるぞ、このミジマル。ほら、ほら、ほら、ほら。強すぎ。やばくないこれ、無双なんだけど。どうどう、どうどう、砂漠にどうどういんの。BGM がいい感じだね。異国感があって。いいね、ディフェンスも下げれるしね。で、ほら、いけて、いけて。ほら。砂地獄みたいなやつ。いてて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 。いいね、一撃必殺。ほら。よっしゃあ。そして。はい、サンド。ほら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 。いいね。ビブラバがちょっと厄介かと思いきや、普通に余裕でしたね。なんだこれ、竜の息吹とかそういう系か。ほら、OK、
あ、ちょっとなんか電話が来たぞ。はい、はい、なんかネットの工事の時間の確認の電話でした。そんぐらいで電話してくんなよって感じですけどね。まあいいや。そう、ようやくねネット環境が整うんでね、あ、配信がようやくできるぜって感じですけど、ストレスなくね。いやーマジで長かった1ヶ月以上も。よし、で一応復帰一段として、あのあれですね、石つぶて一人旅を初代でやっていこうかなと思ってます。まあ岩手県の応援ポケモンにね、石つぶてが就任したんで、それを記念してって感じですね。でこのポケモン、なんだっけこれ、ポケモンクエストじゃなくて、ポケモンスクランブルかは今まで通り予約投稿でいこうかなって感じです。お、来た、多分ねこれ回復してくれんだよね。やったぜ、癒しの波動。ほら、しかし倒して自分の手柄としていく。一匹残しとこうか、食らった時の回復用に。あと妖怪ウォッチもね、あの録画投稿で引き続きやっていくんで、まあ、今までのシリーズ、今までやってたことプラス、まあ、なんだ、石つぶて縛りと考えてもらえればと思います。あ、これボスの前の回復用だったのかな。回復してるよな、でもな。はい、じゃあ回復してもらった後は恩を後で返してボス行きましょう。ボスなんだろうな、ワルビアル、フライゴン、なんだろう、あ、シンボラーなんだ。オッケー、取り戻きポケモン。まあミジュマルで行きましょうか。どんな技だろう。ああ、オッケーオッケー。最低構成みたいなやつかな。見てて、え、なになに、ちょっと、スライドパッドのゴムも取れたし。ちょっと待って待って待って、きついぞ。スライドパッドのゴムが取れるときつい。え、技が基本的にボスはね、2個使ってきますね。ほら、よいしょ。防御下がってるんで、いい感じに減ってますね。おっしゃ、いいね、ミジュマル強え。で、シンボラ仲間にならず、はい、この通り名があるだけでね、めちゃめちゃ強いんで、マジで。チート並みに強いんでね。で、後半になると強さ2000とか3000とかのポケモンもゴロゴロ出てくるんで、だいぶね、それプラス通り名とかだと強いですよね。で、ここも行っちゃおっか、ロックエリアね、ついでに。回復してないけど、まあ、いいでしょう。はい、この、アタックミジュマルのシェルブレードでガンガンやっていきます。おい、ジグザグマで、ワッシポン、いて、ほら、ほら、強い。はい、余裕で、これがなんだ、イワークか。石つぶて、きたきた、噂をすれば石つぶてきましたよ。おい、そう、今777だった、もしかして。よく見えなかったけど、あ、コジョンドがいる。すげえな、ミジマル。ほら、へい、ほら、ワンパンだね、ワンパンって言わく。はい、何のポケモンが出てきたか分かんないぐらいの、あの秒殺ですね。うわ、なになになにこれ、不思議な部屋に迷い込んだ。なになになにこれ、あ、コロシアムみたいなこと。真っ先に潰す。いてて。OK。で、タブンネで回復して。OK。回復したら、おさらばと。さよなら、ラビット。ひどいな、これ。我ながらひどいな。あら。ほら。回復だけさせといてね。回復させるだけさせといて。おさらばっていう。あれ？ああ、OK、OK。たまにこういうイレギュラー、これランダムなのかな？ランダム出現なのかね？食べんでいっぱい。ほら、ほら、ほら。あ、コジョンドピヨってたのに倒せばよかった。あ、ちょっと
いいぞ。ほらほら、オッケー、まっすぐまピヨってる。ちょっと待って、やばい、スライドパッドのゴムが。これなんとかしたいな。これ自然中古色まっすぐまがとことこ歩いてる。はい、で多分ね、先にこいつら倒そう。ほらほらほら、へい、ほらほら。でボス前にじゃあ回復してもらいましょう。サンキュー。じゃあさよならビット。ほら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 、あら、ちょっとほらほらほら、へい。じゃあボス行きましょう。ボスなんだろうな。ここはゴローニャとかか。あ、ウォーグルね。オッケーオッケー。ウォーグルはどんな感じの技だ。はいはい、ツバメ返しみたいな、そんな感じか。でもう一個が、あ、ピョった、いいね。倒したい、倒して仲間にしたいけどダメだった。やばい、あ、これやばいな。あー、死んじゃったか。やっぱりしたらば、じゃあまっすぐまの頭突きでゴリ押すわ。強い、いいね。3発ヒットする。タタタン、おら、 OK。 ウォーグル仲間になったら熱いけどダメか。ウォーグルかっこいいっすよね。進化が遅すぎるのが難点だけど、超かっこいいっすよね、ルックスね。 OK。 はい、いろいろ仲間になりまして、で、あとここか。で、バトルロイヤル行って、で、ここの砦って感じか。じゃあ一回回復して、もう一個のエリアも行きましょう。はい、じゃあここ行きましょう。ケイブエリアね。まあここも多分炎とか地面岩とかその辺じゃないかなと思うんだよね。あ、毒、いてて、おらららおらら、いてて、5人、あ、ちょっとゴムがまた取れた。ほんとどうにかしたいな。で、デスマス、どうしよう。これちょっと変えるか。まっすぐま微妙だよね。なんかこれヨーギラスか。ヨーギラスがいいね。変えよう。きた、自然中コジョフにしよう。自然にヒットポイントが回復していくらしい。最高じゃん。しかも格闘技持ってるからさ、岩とかにもいい感じで。いいね、八景を持ってるからね。いいね、ドゴームにも抜群取れる。で、ほら自然回復してる、2、1って。まあ、ちょっと毒に抜群取れないのは痛いけど麻痺ってる。いいねいいね。で、 B ボタンで毒好きが出せるみたい。まあ、ただ発形である程度戦っていけるな。いいね、自然治癒強すぎる。で、 EV ほい、おい、 OK。 で、デスマス、デスマスにはまあ発揮でいいだろう。はい、ゲーム本編だと効果はなしですけど、スクランブルだと当たるんで、グランブル。はいさっきのサナギラスの避け方キモかったな。ぴょんぴょんしながら後ろ向きに下がっていくっていう。おお、すごい、めちゃめちゃ花火がパーンっていった。うわ、いいね、コジョフめっちゃ強いじゃん。だってやっぱ通りな持ちはね、激強いですね。はい、生まれた瞬間に死んでいく。そういうの、そろそろ800とかのポケモンが出てきてもおかしくないの。ノコッチ、ほら、オッケー。で、サナギ、はい、いてて、ちょっとただ自然回復があるんで大丈夫です。はいはい、オッケー。ワンパンだねこれね。はい、おい、いいですよ。しかも結構発形の範囲が広い、技範囲が広いぞ。ほら、いいね。で、グランブル、見て、あ、結構食らっちゃったな。ぼちぼちボスか。ボスじゃあ逃げつつ回復しつつって感じかな。デスカーンか。デスカーンだったらちょっ
と微妙だな。はい、じゃあ縛りプルリルでいこう。で、縛りっていうのがあれでしたね、相手がたまに技を出せなくなるみたいです。要はあの呪われボディみたいなことですね。はい、で怪しい風持ってます。怪しい風とナイトヘッドですね。怪しい風で、あ、縛り、怪しい風で下の能力アップを狙い切ってやっていきましょう。ほら、お、いいね、通りの道、2人ですね。じゃあナイトヘッドでとどめ。はい、オッケー。はい、デスカーは仲間にならず、はい、ただデスマスが通りなもち、ムードメーカーデスマス。どんな効果だったっけ、ムードメーカーって。はいドゴームが最強ですね。じゃあこれでバトルロイヤルに行くと、テンションマグネット、なんだそれ。はい、タイプ限定バトル、ノーマルタイプだけ。そしたら、まっすぐまで行こう。これで行こう。自然治癒の多分でもいたから、それでもいいかもしれないけどね。はい、行きましょう。これがムーランドかな。で、チラチーノ。これなんだろう、わかんない。ケンタロスかな。じゃあ、ミルタンクか、さっきの。違うかな。じゃあ、行きましょう。はい、じゃあ、ペルシアンをまずやって、で、グランブル。ほら、ここに突っ込んでいきますか、危険なの。ほら、やばい、めちゃめちゃ荒れてるね。ほら、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 自然治癒のためにします。HP が勝手にね、回収していくんで、まあ、突進、技は突進だから、反動ダメージ出てたんだけど、それを自然回収で、こう、回収していくって感じですね。ほら、へい、いいね。なにこれ、なんか、チアチーノとか、あの、まあ、バクロンか、ボスっぽいやつなんか、オーラまとってるんだけど、ジュークね。へい、へい、いいね、自然治癒マジですよ。ほら、バクロンって1対1だったら作れる、これ。へで、へい、へい、やった。ケンタロスディフェンスダウンしたから、今のうちに、ここもにしよう。へい。で、グランブル倒して、あとはムーランド。はい、勝ちました。いいね。多分で強いね。はい、自然治癒やっぱ強いね。勝手に回復してくれるのはありがたい。はい。じゃこのバトルロイヤルクリアで、マグネット、テンションマグネットだっけ？どういう効果だろう。はい。で、2500ポイントもらって、はい。35匹倒したね。で、テンションマグネットってなんだろう。チームバトルでハイテンションモードが使えるようになった。そんなんあったっけ、全然覚えてないぞ。はい、でこれで最後、この砦、なんだっけこれ、竜の鳴く砦、ここ行って今回のパートは終わりにしましょう。はい、回復してやってきました、竜の鳴く砦。竜の鳴くって言ってるけど、ドラゴンタイプが出てくるのかな。テンションマグネット手に入れちゃったんだと。やっぱりこいつゾロは裏切り者っぽいな。どうしても戦うのと。そうだよね、戦うよねと。おなんかありそうだね。じゃあ、タブンネ、ワシボン、コジョフの3匹でいきまーす。結構このチームバトルね、あの仲間が強くて僕の手柄が全然ないんだけど、まあ頑張っていきます。今回コジョフだしね。テンションマグネットがあれば敵がテンションを落としますと。てか、ああ、よかったよかった。これね、テンション拾うとテンションゲージが溜まる。右のやつか。そうするとなんかあれか。あれだ、なんか必殺技みたいなの出せんのか、そういえば。そうそうそう、あったわ。あったあった。なんか肩車みたいのしてさ、必殺技みたいのが出るっていうか、なんか、強くなるんだよね、確か。一定時間。そんなんあった気がする。で、回復。で、あ、これ毒好き持ってるから、毒好きでいこう。ここは。ほら、ほら。仲間強すぎ問題なんだけど。テンションゲージが溜まりました。 X でハイテンションモード。これ溜まってんの。溜まったんだけど。あ、そうそう、これこれ、アタックとディフェンスが上がり HP も少しずつ回復。そうそうそう、これこれこれ、あったあった。トロピウス、これ毒好きでいこう。おらららら、はい、ハイテンション終わり。見てて、はい、来ましたね。
はい、あーなんかテンションいっぱいあるからもらっとこう。はい、でラスボスで使おう。はい、ケイベロベルトベロベルト満喫してる。おらららら、強いねコゾフ。やっぱり一文字は敵だよね。これね、ケイでテンションもらって、でまだね温存する、まだ温存します。でジヘッドモノズ、ほら麻痺ってるやつをねボコボコに袋叩きにします。でジヘッド、はい、クリームガンですね。はい、クリームガン。お前がコバルボン様に、逆らうポケモンだな。まだ諦めていなかったのかと。テンションが低いお前たちに負ける王子様ではないと。じゃあハイテンションモードでやればいいってことですね。ありがとうございます、ヒントいただいて。はい、行きましょう。ほら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 、やばい麻痺した、入れて、ほらほら、ハイテンション終わり。あら、やばい、よいしょ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 、もう麻痺しまくってて、みんな何が起きてるかわかんないんだけど、自分も麻痺してたし今。はい、勝ちました。ぐわーやられたってまさかお前がそんな力を持っているとは露骨なやられ方だな。ぐわーやられたって S 評価だって、やった。でいつもね仲間がめちゃめちゃ敵倒してるんだけど、僕ね全然倒してないんだよね。ただ今回1位でしたね、やった。いつも僕5匹ぐらいで仲間がめっちゃ倒してるみたいな、そんな感じなんだけど、いい感じに今回活躍できましたね。はい、これで次のエリアが解放されたんですけど、今回この辺で、終わりましょうかね。また次回次のエリアからやっていこうと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。セナルビット。